はい、スターダム初の九州大会、いろは選手は地元で凱旋初勝利、凱旋勝利を挙げたわけですが、はい、その感想をお願いします。お、はい、もう本当やっぱそのもう嬉しいが一番ですねすいません、本当嬉しいです。やっぱいっぱいたくさん来られてて、声援も送ってくれて、だから本当に苦しかったんですけど、その皆さんのおかげで本当に勝てたと思ってるし、やっぱゆうさんにも本当いつも救われて、お、もうゆうさんとのタッグ最高、指定コンビです。指定コンビ、指定コンビ、向こうも指定コンビかもしれないけど、こっちも指定コンビなんですよ本当に。だから絶対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 自分たち最強ですよね。そうだね、最強です。もうこの地元九州だったら絶対負けないね、はい、本当にもう良かったです、嬉しかったです。みんながいろんな横断幕とかもなんかすごい作ってくれて、でも愛されてるなと思って感謝の気持ちでいっぱいです。スリーカウント取れて良かったです、本当ありがとう、ありがとうございます。伊予選手はそんな、いろは選手をサポートする形になりましたが、やはり赤いベルトのチャンピオンとして初上陸の九州でインパクトを残す動きを見せたと思うんですけど、いかがでしたでしょうか。はい、もう個人的に九州っていう場所が大好きで、九州のお客さんがあったかくて本当に大好きなので、もう楽しみにしてましたし、こうやって勝つことができて嬉しいのと、たくちゃんだけ応援されちゃって私はちょっと寂しい感じかなと思ったら、全然そんなことはなくって、私にもたくさん応援の声が飛んでくれて、もうさすがもう九州最高って感じです。最高、イエーイ、イエーイ。いろは選手は特に、同期の横尾選手となかなか激しいやり合いがあったのですが、どうですか、同期との対戦というのは。もう絶対負けたくなかったし、あっちもすっごいね、なんていうんですか、もうホールの時からすごい狙われて、でも絶対負けたくないっていうのが一番あったし、これからも絶対に負けたくないし、ずっと勝っていきたいですね、いいライバルとして。